我々には有名な三賢教ってあるじゃん。おお、プレートが盗まれたところ？表現がなんかやだな。栃木、群馬、埼玉をつなぐ平地の三賢教。行ったことありますぞ。フラッと行ける三賢教としては全国でここだけ。それがどうしました？じゃあ群馬、栃木にあるフラッと行けない三賢教ってどこかなと。行けないのに興味あります？調べました。行けないのに。まず一つ目、栃木、福島、茨城の三賢教。標高800って。航空写真だとこうですな。絶対フラッと行けないやつ。二つ目は栃木、福島、群馬です。標高めちゃくちゃ高いな。今回トップの高さなのだ。三つ目は群馬、福島、新潟です。おお、がっつり大手のところか。頑張ればいけそうじゃない。4つ目は群馬、新潟、長野ですな。ここもまた標高高いな。木が生えないほどだ。5つ目は群馬、長野、埼玉でございます。 100% いけないわ。見渡す限り森です。いやー、これは無理があるな。超絶頑張らないといけないでしょ。強いて言うなら尾瀬くらいか。実はもう一つあるんですよ。どこどこ。有名な三賢教の近くに。おー、ここにもあったか。いけそうじゃない。標高15メートル、川の中です。絶対いけないやつー。